南條ヨシノ N のラジオ。どうもこんばんは、南條ヨシノです。新しい週の始まり、いろんな話題でおしゃべりしながら、みんなでこの1週間に立ち向かう元気を手に入れようという、とっても前向きになる予定のラジオ、それが N のラジオです。9月も中旬に差し掛かりましたけども、あえてねやらなかったんですよ前回。ほら9月入ったみたいなやつ思ってたけど思ってたけどね、髪の毛の話になっちゃったからね、もういいや、あえて言わなくてってなったけど、いや、いつ涼しくなるんですかね。まあ9月はまあ今までもね、残暑が暑い残暑みたいな言ってたでしょ、昭和の人は。言わないかしら言わないのかしら。だから残暑は暑いものなんだと思うんだけど、いつぐらいから、やっぱ10月ぐらいから涼しくなってたっけね。なんで気温のことはねえ、前も夏の7月6月7月ぐらいの時言ったけど、ねえ、17度は涼しいのか、アウターがいるのかいらないのかみたいなの覚えられないっていう話をしたと思うんだけど、これもまた覚えられないね。もう39回目よ私、何月から涼しいのかわからないっていうね変わってない、変わってる、まあ、確かに。しかも今年はやっぱ異常的な暑さだったみたいね。そんな中、私は寒い日に着る服をね、今年はもうすごい買ってまして、コートも買ってしまいましたし、なんかもこもこの服も買ってしまいましたし、なんか寒い日来ないとここ最近買ったものを何も出せないなんかこんな買ったのに新しい服ないなみたいなぐらい、もうね、秋というかもう冬ですね、冬が待ち遠しいんですけど、この時期に見る秋冬服すごくときめきませんかね。え、可愛いんだよね。もうずっとさ、やっぱ T シャツとか着てないけど、今もう黒い、この暑いのに黒い長袖のシャツを着ていますけどね、なんかなるべく涼しい格好しようとか、素材もさ、これも結構厚手ですけど、なんか涼しいの着ようとかって思ってる中で、もこもこのコートとかさ、厚手のニットとか見るとさ、やっぱもう可愛いんだよね。あー、早く着たいです。だからもうね、今年はすごい今から珍しい、私がこんなに前向きな気持ち、秋冬が楽しみだなんてね、ほんと。というわけで皆様、今日もハッシュタグ N のラジオをつけて X でポストしてください。それでは始めていきましょう、南條ヨシノ N のラジオ、今日もお付き合いよろしくお願いします。ヨシノ N のラジオ。改めまして、南條ヨシノです。この間一人で居酒屋に入ってご飯食べたんですけど、え、意外ですか。いや、全然一人ご飯する。しかもさ、まあお店によると思うけど、一人で入るとちゃんと一人用のになんか小分けにしておかず出してくれたりとかするから、いっぱいね食べれて結構好きなんですけど、この間もそういう感じで一人で入って、まあ、これちょっとずつくださいみたいなのを食べてたら、海外の女性の方が一人で来て、私の隣、カウンター座ってたんだけど、隣の席、一つ椅子挟んでもう一つ隣側の席にね、海外の方が座って注文したりしてたんだけど、まあ日本語も上手なんだけど、まだちょっとなんかこうぎこちない感じで、チラ見したの、私はね、チラ見したら、そのメニューを翻訳、写真撮ったら翻訳してくれる機能みたいなのあったりする。
もう見ながらうーんっていう感じだったの、まあ、翻訳したとこで日本料理屋さんだったからわからない料理とかそもそもあるんじゃないかなと思って、ここ最近さあのやっぱ海外のお客さんっていうか観光客の方とかすごい増えてるじゃない。でたまに道に迷われていたりとか、私は英語が話せないからあ人助けしたいって思いながら、道ぐらいならなんとか、でも私も方向音痴なので一緒に Google マップを見ることしかできませんけどみたいな感じでさ道を聞かれたりすることもあったんだけど、なんかこう力になれたらいいなっていう思いがねあったの、こんな私でもわずかにそういう気持ちがあって、で何度かチラ見したんだけどずっとメニュー見てるからやっぱ分かんないのかもって思って、勇気を出して聞いたの、お手伝いしましょうかって日本語であもうね、もう日本だからここは日本語で聞きましたよ。なんかね英語何だったか分からんと思って、でそうしたらあ聞きたいとかって言って、これ何ですかみたいなのを日本語でね返してくれたんだけど、まあ、聞かれたところで私英語わからんじゃん、だからえどれどれっつって見たら、なんとかとなんとかの煮物だったの。煮物煮物ってなんだろうみたいなで翻訳で煮物っつったらなんちゃらかんちゃらみたいな言ってたんだけど、あ OK とか言ってたけど、やっぱ想像ついてないっぽいから、私にできることはこれぐらいしかないと思って煮物を画像検索してこれですみたいな他のやつも、まあ、なんかこう検索翻訳して、まあ、出てくるけどそれが何かわからないみたいなのを私が画像検索して見せるみたいな、役に立ってるのか正直わからなかったけど、なんかしばらく食べてたら会話が生まれて、その方はねタイの方だったんだけど、うん、旦那さんが日本の方でいつもは旦那さんと一緒にお買い物とかご飯とか行くんだって。でその時はなんか旦那さんが前にそのお店に行って忘れ物をしちゃったから、それも忘れ物をこう取りに来た、お使いで来たんだけど、サイトを見てみたらお料理がすっごく美味しそうだったから入ってみたくなって入ったんだけどっていう話をね日本語でしてくれてまあでもその流暢ではなかったんだけど伝わる感じで、私もそのゲームをねする中で海外のお友達とかできて、その子もまあこうたどたどしい日本語とかで話してくれるから、そのたどたどしい日本語で話してくれる人への日本語単語で喋るみたいなのが割と普段からやってて、その感じでね割と元々どこ住んでたんですかとかいう話をして、この後の予定とか教えてくれて、ボーリング行くんだみたいな、おお私ボーリングやったことないんだよね一回しかみたいな話を私も片言の日本語で話してボーリング一回私一回みたいなできない下手くそみたいな、なんかうんでねこう二人でちょっとご飯食べて解散っていう感じだったんだけど、まあ、役に立ったかわからんが私は楽しかったなと思ってまあでも画像でお手伝いしようっていう発想は結構良くない？でも煮物って調べた時肉じゃがしか出てこなくて絶対違うこの煮物じゃないんだろうなって思ったけどとかね、まあその気持ちが大事かなって勝手に思ってやったけど、まあ本当ね英語喋れたらよかったよね、全然喋れない、うん、けどやっぱね海外のお客さん増えてるからなるべく気持ちよくねいていただけたらいいなと思ってお話しかけてみた、そんなお話でした。お便り紹介します。
まさぴーさんからいただきました。南條さんこんばんは。こんばんは。第47回の放送で7月の3連休が連発され、7月の3連休っていつよと南條さんが言われていたのでカレンダーを確認したのですが確認仲間だ。確かに3連休はあれど何をしていたか思い出せない。スマホのカレンダーには何の用事も入ってないのでどこかへ出かけたということもなく、私は何をしていたのやら。娘からはゲームしてたんじゃないと。3日前のことも思い出せないので1ヶ月前のことなんて覚えてるわけないか笑顔と開き直っております。南條さんは何日前のことなら思い出せますか。ちなみに忙しいと脳が記憶できないそうですよ。休みって大切ですね。私忙しいのかな昨日のこと思い出せないのは多いんだけど、前も言ったかもだけど、ライブとかイベントやってその翌日にスタッフさんとかに会ってさ、同じイベント出てたスタッフさんとか、昨日お疲れ様でしたって言われて、昨日何してましたっけねみたいな、イベントやってたじゃないですかって言われて、そうだやってたみたいな、よくあるのよ。いやでも忙しいんじゃないんじゃないかな、私の場合はもう未来しか見てないって言えばかっこいいけど花粉さんからいただきました。南條吉野様、 N のラジオ関係者の皆様、リスナーの皆様こんばんは。こんばんは。すごい紳士が来たかもしれない。毎週 N のラジオを楽しく拝聴しております。8月28日の回でクレジットカードの話がありましたが、私にも、私って呼んじゃおう、似たような経験があります。ある日不正利用された形跡があるという内容でカード会社から連絡がありまして、やはり南條様が体験されたように直近の利用状況の確認ということで、私の場合は Uber ではなく Amazon と E プラスの利用がほとんどだったのですが、妙に恥ずかしかった記憶があります。結局私はJフォンからのソフトバンクユーザーなのにもかかわらず、ドコモの決済で6万円不正利用されていた即日カード停止再発行になり、保証でお金は戻ってきましたので助かりました。この体験があるまではクレジットカードの明細は見ていなかったのですが、毎月の確認を心がけるようになりました。やっぱありがたいね、もう連絡、そう前回話した時、前回というかその時話した時に、連絡してから止めるんじゃダメなのかってちょっと言ったと思うんだけど、帰りながら思った、本当に不正利用だったらそんな確認してる場合じゃないよなと思って止めてくれと思って怪しいと思ったら止めてくれって思いながら帰ったありがとうって全部私だったんだけど結局そうね、で私は使ったらすぐ連絡が来るようにはしてる、メールとかね、そう使いましたよって。でもね、まあ確認なんてしてないのでちょっとあれですけど、まあ、でもね、いざという時やっぱ助かりますね。こういう不正利用ってさ、気づかれないぐらいの何百円みたいのいっぱいされてたりするらしいね。とか前に知り合いの人かな、聞いたのは、私のカードでディズニーランド行ってやがったみたいな不正利用もあったみたいで、ねえカップルかみたいな感じでね怒ってましたけども不正利用で確かにディズニーデートは許せませんね。続きまして、なゆさんからいただきました。南條さんこんばんは。こんばんは。先日関西方面に出かける用事があり、その帰りに新大阪駅でお土産屋さんを見ていたところ、お芋屋さんの冷やし焼き芋と書かれた看板が目に入ってきました。美味しそうだけど焼き芋を冷やすとは、いろんな意味で気になったのと、以前からお芋屋さんの美味しい焼き芋の食べ比べをしてみたいというささやかな夢があったので、3種類の焼き芋が入っている食べ比べセットを買ってみました。お家に帰ってから冷蔵庫で冷やして翌日早速食べてみたのですが、一口食べた瞬間からお芋の甘さが口の中いっぱいに広がり、まるでスイーツを食べているような幸せ感覚に思わず顔がほころんでしまいました。
また3種類ともそれぞれ違った味が楽しめて、お芋の種類によってこんなに味が違うんだなと感動しました。南條さんは最近食べ比べをしたものや食べ比べしてみたいと思っているものはありますか？最近私ね、私もお芋なんだけど、最近ポテチよく食べてる。食べちゃうな。私小池屋さんの、あれ小池屋さんで合ってるっけ、小池屋さんの青のりポテチ大好きで、ちょっとピリ辛なんだけど、まあ、大好きでって言ってもそんなにめったに食べてないんだけど、この間なんかね、うんって思って、コンビニに売ってる小池屋さんのポテトチップスの類の商品全部買ってきたの。あ、全部って1種類ずつだよガサーじゃないよこっからここまでくださいはしてないんだけど1種類ずつ買ってきて、今日はこれ今日はこれみたいな感じで食べて、なんかでも結局何が美味しいかはナンバーワンは分かんないな。全部美味しい焼き芋はさ、安納芋の焼き芋が大好きですね。あのロボティクスノーツ、私が瀬宮明穂ちゃん役で出演していたロボノが種子島のが舞台になったお話なので、一時ね、その種子島の関係者というかの方から安納芋をもらって、それをねお家で焼いただけなのにめちゃくちゃ甘くて美味しくて、未だに安納芋の焼き芋を見るとうわ食べたいって思ったりしますね。安納芋のポテチとかも美味しいんでしょうね。お芋は美味しいです。はい、というわけですごい秋らしいお話になったんじゃない。焼き芋と言ったらね小学校の時先輩に白い謎の芋をね食わせた思い出の話とかもありましたけどねえ、というわけでお便り以上ありがとうございました。これからも私の質問疑問やってほしいことなど何でも OK です。お便りお待ちしてます。それではここで1曲お届けしましょう。リクエストメールご紹介しましょうの、南国少年さん、今回リクエストさせていただくのは白い季節の約束です。この曲はもともと冬に5周年ライブを控えた年の初夏に発売されたシングルに収録されていて、季節が変わってもお互いに同じ気持ちでいられますようにという願いを歌った曲でしたね。そうなんです、あれから時が経って同じように冬に10周年ライブを控えた今、南條さんと一緒にこの曲を聴きたいと思いました。横顔という言葉で表される関係性の表現が好きです、ということでありがとうございます。それでは聴いていただきましょう。南條佳乃で白い季節の約束。あなたとの出会いから
4時の N のラジオ。10年レター、なんか怖くなっちゃった。私南條佳乃はソロアーティストデビュー10周年を迎えました。そんな10年という数字にちなみまして、皆さん自身からの10年前10年後に送る短いお手紙を募集しています。私が心を込めてそのお手紙を10年前か10年後にお届けします。ちなみに10年前豆知識シリーズ、2013年9月はスタバが日本で1000店舗目を開いたんだぞ。ほー、今何店舗あるんでしょうね。すごいね、1000店舗ってね。じゃあお便り読んでいきましょう。日丹子ブーストさん、10年前の僕へ。徒競走でビリしか取らなかった君が人生で初めて2位を取ることになるけど、誰も褒めてくれないので元気出してね。1位だった子が走ってる途中で、俺目立ちたくないから1位譲るよと提案してくれたのに承諾すべきだったね。え、結局1位だった子はそのまま1位になったのか。何位中2位だったのかな。ねえ、徒競走って何、歩くの？それ歩くやつなんだっけ、競歩。あれ徒競走は普通の競走かけっこ。いや、短距離は得意でしたね。上の方、まあそうでしたかね、下の方ではなかったですけど、かけっこは得意でずっと1位取ってたんですよ、ちっちゃい時は。なんだけど転校生の、転校生ってなんであんな、なんか特殊能力持ってんだろうね。転校生の子がさ、めちゃくちゃ速くて絶対追いつけないわっていうぐらい速い子が入ってきて、それでもうどうでもよくなっちゃって、真面目に走らなくなった。転校生っぽくない？めちゃくちゃ足速い転校生って。漫画負けた、すげえ差をつけて負けた、私がこれまで1位だったのにみたいな。そういう腐ったんです私は。負けないぞじゃなくて、ああもう勝てない勝てない、どうぞどうぞ1位ずっと取ってくださいみたいな。みたいなことだと思うね。えやだ。終わり。今日は終わりにしとこう。というわけで、今日のお便り、あ、お手紙は以上です。こんな感じで皆さんからの未来や過去へのお手紙お待ちしております。南條佳乃 N のラジオ。お送りしてきました南條佳乃 N のラジオ、今日の放送もエンディングの時間です。この番組ではメールを大募集中。私への質問から希望要望、最近あったことやコーナー宛てなど、どんなことでもいいのでぜひ番組宛てにメールしてください。メールアドレスは nraji@joqr.net、 nraji@joqr.net です。また番組ツイ X もあります。 N のラジオで検索してぜひフォローしてください。ここで南條佳乃からのお知らせです。10月から放送開始予定となりますテレビアニメ、冒険者になりたいと都に出て行った娘が S ランクになってたのオープニング主題歌を担当させていただきます。楽曲のタイトルは1000です。そしてこの1000を収録したニューシングルを10月25日に発売いたします。カップリング曲には PC 版グリザイアクロノスリベリオンエンディングテーマ、瓦礫に咲く花を収録。瓦礫に咲く花は現在各社配信サービスにて先行配信中です。初回限定版の特典ブルーレイには MV や
メイキング映像などを収録予定です。そしてシングルの発売を記念してサイン会の開催が決定いたしました。10月8日日曜日、ゲーマーズさんでのオンラインサイン会、11月25日土曜日、東京都内にてゲーマーズさんでのサイン会、12月10日日曜日、東京都内にてアニメートさんでのサイン会、以上のサイン会が現在応募受付中となります。また NBC 公式オンラインショップアニバーサルでは、アクリルキーホルダーと B2 告知ポスターの特典付き商品が予約受付中となります。その他の店舗別オリジナル特典情報やサイン会などの詳細はオフィシャルサイトなどをチェックしてみてください。8月12日にワウワウにて放送された南條よしのライブツアー2023ジャーニーズトランクが9月20日水曜日21時15分から再放送されます。12月23日土曜日、24日日曜日には静岡県富士市文化会館ロゼシアター大ホールで10周年記念ライブ、南條よしの 10th Anniversary Live ファン&メモリーズの開催が決定しております。その他詳細は公式サイトなどでお知らせします。そして9月17日日曜日には長野県佐久市駒場公園で開催される長野アニエラフェスタ2023に、11月18日には横浜アリーナで開催されるアニマックスミュージックス2023、嘘ついた、11月18日には横浜アリーナで開催されるアニマックスミュージックス2023にそれぞれ出演します。詳細は公式サイトご確認ください。最後に連載のお知らせです。クイックジャパンウェブカメラ部の連載、日曜日を私南條よしのが担当しています。こちらもぜひご覧ください。そしてこの番組のアーカイブですが、 YouTube の南條よしのオフィシャル YouTube チャンネルに次の土曜日21時頃にアップされます。ぜひこちらもお楽しみください。ということで、ちょっとサイン会のねお知らせとかもあって、もろもろお知らせごとございますけどもね、ぜひぜひ遊びに来てください。リアルな、サイン会もあったりしますのでね、遊びに来てほしいなと思います。それではまた次回お会いいたしましょう。お相手は南條よしのでした。今週も1週間頑張りましょう。またね。Thank you.